はいどうも、レッツエンジョイ KD チャンネルです。今日の動画は10月下旬の東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの入園する前の開園待ちの状況を詳しく混雑状況レポートしていきます。結構さ、開園待ちって TikTok とかでバズっていて、自分の場合ってやっぱりランドとシーの開園待ちってパーク1周ぐらいでしかやっていなかったので、TikTok でも結構再生されるくらい人気な動画なので、今日は YouTube で開園待ちの混雑状況を詳しく紹介していきます。ぜひチャンネル登録してない方はチャンネル登録と、チャンネル登録してる方はそのまま最後までご視聴ください。はい、というわけで6時40分前すごい、まあ、上に、ね、時計がある通りなんですけど、もうボンボヤージュの本当前あたりまで列できてます。これはね、いつも7時前後に手荷物検査が開くんで、まあ、それが開いてから、まあ、列さばいてもこれ30分ぐらいはかかるんじゃないのかな。だいたいその待ち列の長蛇の列抜けるのに30分ぐらいかかるので、まあ、それぐらいかかるんじゃないのかなと思います。それでは駐車場側ちょっと見ていきましょうか。ちょっとね、今太陽の関係で見づらいんですけど、ボンボヤージュ降りた先ですね、ここから、まあ、右に行く、右に待ってる方はおそらくね、朝5時ぐらいから並んでる方だと思います。もう早い方だと始発ぐらいの時間からも並んでいるので、まあ、今日はね、日曜っていうのもあると思います。普段来てる平日よりも保安検査待ち結構多く感じます。今ね6時43分なので、まあ、あと20分ぐらいしたら始まる感じです。で、この左側が舞浜駅で待ってる方 でここね、まっすぐ行くとハッピーエントリー、ディズニーホテル宿泊者、セレブレーションホテルとかですね、あとセレブレーションホテルとか、まあ、ディズニーホテル泊まってる方は真ん中から入るので、こちらがもうランドホテル待機されてる方がいらっしゃいます。ちょっと真ん中の様子見ていきましょう。で、東京ディズニーランドの前にある東京ディズニーランドホテル、このランドホテルの前からディズニーホテル宿泊者ハッピーエントリー、まあ、真ん中から入っていく感じです。待ち列って感じですね。こちらもね、やっぱ日曜日なので今日はちょっと待ち列長めです。あと皆さんやっぱりこの、私もね今7時前で撮影しているんだけど、まだね日がやっぱり当たらない場所も多いので、今日はねちょっと普段と違って厚めの上着を着てます。ブランケットとか用意してる方いるけど、ブランケットとか用意しないとちょっと寒いね。まだ10月の日中は暑くなってくるので、Tシャツでも動けると思います。ただ朝に関しては、まあ、太陽が出ていないっていうのもあるので、朝6時とか5時から待つ方はもうブランケット用意しておいた方がいいです。めちゃくちゃ寒い。で、今言ったように一番左が舞浜駅が、真ん中がランドホテルで、この東京ディズニーランドを正面に見てから右側が駐車場側の待機列、ここも日陰でちょっと寒いですね。ブランケットがないと厳しいな。駐車場側も結構狭いですが、あ、長いな駐車場側も、まあ、今日やっぱ土日なんで長く感じますね。駐車場側も果てしなく長い、ずっと奥まで列ができてます。駐車場側はさ、並んだ経験があんまりないのよ、私舞浜駅から来てるから。なのでどうなんですかね、結構奥までできてますね。今6時48分、まあ、でもやっぱり駐車場側と一緒で、舞浜駅側と一緒で30分ぐらいかかるんじゃないのかな、保安検査が開いてから7時ごろ。ここですね、ちょっとごめんなさい、太陽の関係で見づらいと思うんですけど、もうお城すらも見えないです。そして現在のフリーキップランドホテルは40周年、ハロウィンの40周年、何これ、残像、残像って40周年の実写ミニーとミッキーと、あとメモリーゴーランドのハロウィンだ。で、メモリーゴーランドのハロウィン持ってて、ミッキー出そうかな、新しいやつだねこれ。じゃあ今日ミッキー出します。1日券はいくらだ、1日券660円、まあ、これ 3days とかいる方はやっぱこの金額の方がいいよね。リゾートライナー来た。We are now arriving at the
Ahoy, everyone! Welcome to ディズニーシーは本当に落ち着いてますね。まだね、手荷物検査のほか案内してないんですけど、まあ、7時の時間帯、7時3分でも全然空いております。この位置だったら多分ね、ソアリンとトイストーリーマニア、まあ1時間ぐらいで行けるんじゃないのかな。そしてミラコスタ側移動しました。今見てたのはタワーオブテラサウス側、反対側ですね。 C は入り口がね2カ所あって、まあ、たまに初めて来る方でお昼から例えば合流する方で開園待ちしてるけど見かけないってなるかもしれないんですが、ミラコスタ側とタワーブテラ側、ノース側サウス側で分かれてるのでご注意ください。ちなみになんですけど、今見てるのはノース側で、ノース側もあんまり街列変わってないですね。7時前後は多分ここの入り口より、あのエントランスより前方だったら、まあ今はね C が落ち着いてるっていうのもあるんですけど、ソアリン・トイ・ストーリー・マニアでも全然いいと思います。またあのディズニー C はアトラクション全制覇、東京ディズニーランドは視聴者さんともあったガイドツアーの企画の、あの土曜日の動画出てきますので楽しみにしていてください。ちなみにこちらディズニーシーステーションですね。ディズニーシーの乗り場には22周年のフリーキップとダッフィーのフリーキップ2種類ですね、あります。私は今日はミッキーを買ったんで、ずっと今日一日ミッキーで乗りまくります。それでは次は、おそらくね、7時頃に、保安検査、ランドもシーも開くので、シーはまだか、ランドは開くので、ランド見ていきましょう。やあ、元気かい？今日もいっぱい楽しんでね。はい、というわけで現在7時20分前後、保安検査始まっております。で、舞浜駅側に関しては私詳しいんですけど、この舞浜駅側に関してはランドホテル側と奥のこの両方交互に保安検査を案内しています。なのでどちらに行くかは本当にその時のキャストさんの運って感じで、場合によっては早ければこの舞浜駅側の保安検査ですぐ抜けられる場合もあるし、ランドホテル側に案内されたらこのハッピーエントリーとはまたちょっと別枠の真ん中から保安検査を通って入園することができます。さすがに7時20分前後だとハッピーエントリーは落ち着いてるのか、スムーズに入っていってます。前日にディズニーホテルご宿泊の方、チェックアウト日の方はハッピーエントリー使えるので、この真ん中からね入っていってます。このハッピーエントリーの右と左だけちょっと手前で待ってる方は一般の方で、ハッピーエントリーが入った後に詰める感じで開園待ちすることができます。なので場合によってこのハッピーエントリーの左右の方が早くエントランスに入れる場合もあります。今見た感じだとこの左側で待ってる方たちよりもハッピーエントリーの左右で待ってる方の方が少ないので、多分ねこの左側に並ぶより今のこの人数だったハッピーエントリー左右に並んじゃった方がいいですね。エントランス正面右側の駐車場側です。やっぱりね、舞浜駅側の方が混んでるように見える。駐車場側の方がなんか待ってる方少ないですね、今の時間帯。エントランス正面、ちなみに保安検査はこんな感じでかなり長蛇の列になっております。ちょっと見ていこうかな、向こうの列。結局20分ぐらい待ったんですけど全然進まなかった。これ舞浜駅側の方がやっぱ手荷物検査の量は圧倒的に多いんで、舞浜駅側の方が早そうだな。まだまだかかるよこれ。あと20分ぐらいだろうね、ここまでたどり着けたの。ご入最後尾はこのまま奥へお進みください。こちらは列の途中です。なんか駐車場側よりも多分舞浜駅側の方がいつも体感早い気がする、抜けられるの。というわけで現在8時ちょうど、
エントランスはまだ後方なら余裕あって、とりあえず駐車場側はすごいことになってました。もう8時からか。もう今ちょうど、あ、入ってた、ハッピーエントリーが入っていきました。ハッピーエントリーが進みました。8時から来園する方、今からこう手荷物終わる方は多分ね、右側に行くよりも右側も一般が最前待ってるんで、絶対このハッピーエントリー左右の方が今から詰めるんで有利だと思います。うわーすごい、さっきよりも並んどる駐車場側。ディズニーシー1時間経ったらもうゲート内入れませんでした。なのでやっぱり7時半ぐらいで半分ぐらい埋まったんじゃないのかな。8時だともう前方どころか後方でも待てないんで今の時期で、まだ C はねチケット余裕があるんですが、まあでもやっぱり行楽シーズンっていうのもあるので、もうここからだといつもね体感8時に前に来た時も30分から40分ぐらいかかるので、まあ入園できるのが8時45から8時半か、今日8時半から開園しても多分9時前後の入園になると思います。そしてディズニーシーのタワーオブテラサウス側ももう今8時18分なんですけど、エントランスに入れないです7時前後だと入れて前方だったんですが、まあね同じ説明ですけど、ここから並んでもまあ大体30分から40分ぐらいなので、8時半からだとしたら9時前後には入園できるんじゃないのかなと思います。現在8時32分、1時間前と変わんないですね、待機してる場所。ボンボヤージ前というか、本当にもう後ろがボンボヤージで、ランドホテルがかなり遠いです。ここからだとまあここからだと多分30分以上かかるよね。30、40ぐらいはかかるんじゃないのかなと思います。すごいね前浜駅側も。でもねやっぱ前浜駅側の方が進みが早く感じる。さっき駐車場側待ってたけど、あのどうしてかっていうと、これ左右で案内してるから、あのまあもちろんね前浜駅側の手荷物もあるし、ランドホテル側でも今案内してると思うんですけど、でね大体前浜駅側から案内された時、パーク一周でもよく行ってるんですけど、ここをねぐるって回っていくんですけど、外側の方がね進みが早いんですよ。最初は外側の進みが早くて、で次に外側の人が内側に来ると思うんですね。今度は曲がって折り返す時に内側がまた進みが遅くて、外側の方が早かったりします。まあ、おそらくね曲がる時に詰まってる関係で進みが結構遅くて、なので、まあ、なのでもしね広がって進んでくださいっていうので、舞浜駅側で開園待ちして左側案内された時、最初外側ぐるって行って次にちょっとね内側に入ってくる感じで開園待ちした方がいいです。なんかね私の体感だと本当に舞浜駅側の方がこうやって進みが早いから、まあ、前浜駅側で待つ方は、まあ、前浜駅側の方が駐車場側は全然進み遅かったんでいいんじゃないのかなって感じます。そして駐車場側はさっきより長い。さっき僕が待ってたところがあのランドホテルのこの今左に見えてる駐車場の一番奥のところで待ってたんですけど、8時半、まあ今ぐらいだよね、小さいお子様がいるご家庭とかご家族連れって動けるの。8時半だと7時半よりも列ができています。すごい、これは本当にでも駐車場側進みが遅いから何分待ちなんだろうな。でもなんかねぜひ動画のコメントで何時に開園待ち駐車場側して何分に入れましたとかね、皆さんで動画のコメントで情報共有してもらえたら嬉しいです。今日は7時前から撮影してるけどもう8時40分、2時間経った。でもやっぱりさっきも通ったけど舞浜駅側の方が待ってる列は長いけど進みが圧倒的早いです。多分さばいてる量があっちが早いんだと思う。これ駐車場側かわいそうだな、全然進んでないよ。さっきさ撮影してもらったの見て分かる通りすっごい進んでんじゃん。駐車場側本当に進まないもん。
これもし移動可能、あ、移動可能でもあっち側に移動するの大変だけど、駐車場側があんまり進んでない感じするな。今ほらちょこっと進んだぐらい、全然進まないっす駐車場側。でランドホテル側でどちらかしか案内してないとかだったらさ、真ん中でハッピーエントリーというか、なんかディズニーホテル泊まってて今からランド来られる方だったら、もうその前浜行き側の方が私はいいように感じます。やっぱりキャストさんたちアナウンスしてる、どちらかに並んでて前浜駅側か駐車場側。私だったら全然駐車場側進んでないんで前浜駅側に行くかな。分かれてますよって。ディズニーシーはエントランス内で待てる。はい、というわけで9時5分前後、ディズニーシーはノース側サウス側もエントランスのもう前方寄りですね、で待つことできます。なので、まあ、ランドにこだわりないとかディズニーに行ければいいって方は C の方が、まあ、来園者数は少ないけど多分中は混んでるでしょうね。中は混んでると思いますが開園待ちはかなりスムーズです。なので今日見た感じ7時の時間帯が良かったね。あとはやっぱ8時前後がピークでエントランスに待てないって感じでした。はい、現在9時26分。さっきよりは待ち列短くなったけど、でも全然まだボンボヤージュのこの橋のあたりほんのちょっと減ったぐらい。いやー、これ今日は待ち時間すごそうですね。 C はおそらくもう20分ぐらいで入園できるんですけど、ランドは30分ぐらいはかかるんじゃないのかなと思います。ただ見て分かる通り本当に前浜駅進みが早いの。やっぱりいつ撮ってもさこんな感じで進むんだよね。駐車場側よりも本当に進みが早いんで、まあ頑張れば30分で行けそうな気するけどな。はい、というわけで今日はスターバックスでアンバターサンド買ってきました。まあ、今日はさ朝活しながら6時半からでもう今3時間経ってる東京ディズニーランドディズニーシー見てきたんですけど、皆さんどうでしたか？参考になりました？朝の東京ディズニーランド東京ディズニーシー、まあ、チケット完売日ですね。ランドに関しては C は結構余裕があったんですけど、開園待ちの混雑状況参考になりましたか？こんな感じね。ランドはもうちょっとずつ減ってきてるんで、まあ、10時前ぐらいまでは混んでる日は時間がかかるんじゃないのかな。まあ、あとは何より普段さ早く開園待ちしていて中に入っている状況は東京ディズニーランド東京ディズニーシーのパーク一周でお伝えしているので、今日は実際の東京ディズニーランド東京ディズニーシーの何時に来たらどれぐらいかかるっていうのがこの動画でうまく伝わっていたら嬉しいです。また好評だったら11月上旬11月中旬お時間があるときに開園待ちの混雑状況を見ていきますので、今後の動画も楽しみにしていてください。ぜひこれから11月や12月東京ディズニーランド東京ディズニーシーに行く予定の方が今回の動画が参考になっていたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。 X、Instagram、TikTok、他の SNS もやっております。よかったら他の SNS のフォローもお願いします。それではバイバイ。